足と首についてる宝石あるやんね、こんで1000万いかんぐらい。引くやろ。ちょっと入れ墨に高級アクセサリー、そして金髪がトレードマーク。午前7時15分、愛車の水色のジープでやってきたのが、岐阜市にあるプリント加工会社坂口那染の坂口照光社長、41歳です。早速業務開始かと思うと、今日もいい笑顔で顔長い、顔短くとらんかん。始まったのは撮影会。今のはインスタよ。これを意味不明に今日は曇りですとか、そんなんで載せる。社内にはカレンダーになった坂口社長、雑誌モデルの坂口社長、至る所に自分の写真。フォルダーにはさ、俺っていうフォルダーがあったんで、俺のフォルダー開くと全部俺、自分を見といて安心すねんと。俺自分大好き、そんな癖がすごい社長坂口さんですが、実は就任以降売り上げを20倍に伸ばすなど、業界では確かな手腕で知られる経営者なんです。各部署で、ね、知り合った頃から比べて、ね、従業員も爆増してるし、でそのなんか緻密な計算されてるし、それは経営者としての手腕はすごいものがあるんで。車水色ですけどね。金髪入れ墨の敏腕社長、そこには秘密が。午前8時20分、会社の一日はヨガから始まります。行けてないとの理由でラジオ体操はやめ、その代わりにヨガを。坂口那染の創業は1953年。はじめは着物の生地を染める事業を展開していましたが、時代とともに T シャツなどのプリント加工に移っていきました。年間500万枚ぐらいプリントするんですけど、多分1回はほぼ全員がうちが作った T シャツ着とんじゃねえかなっていうぐらいはやっとると思う。坂口さんは県立岐阜商業高校からアメリカの大学に進学、卒業後の2004年に入社しました。当時従業員は15人、売上は5000万円程度でしたが、2014年、32歳で社長に就任すると、自分流のある改革で会社を急拡大。今や従業員160人、売上は10億に迫る業界トップクラスの企業に成長しました。一体坂口流の改革とは？では、いきましょう。おはようございます。今ね、勢いがあって結構、まあ、社員も増えて物件もあって、あ、まだまだ全然大丈夫でしょうっては思うけど、まあ、そこでやっぱちゃんと見返してっていう部分が大事かなとは思うので。はい、じゃあお願いします。朝礼を終え、従業員はそれぞれの持ち場へ。ところが
堂々と遅く出勤してくる従業員の姿が。もう出勤時間とかは？いや特にないです。自分の保育園送ってから家のことちょっとしてから出勤してる感じです。坂口流異次元の働き方改革です。子育てなどプライベートとの両立が問題なくできるよう、当日の急な休みも認め、出退勤時間は自由に、残業も基本的に廃止しました。さらに工場内を案内してもらうと。藤井さん、藤井さん、ね、向こうでゲートボールやっとって、はい、でまあ、俺元気やでって言って、ね、急に来て雇ってってなって、もういいよってなったんね。はい、そうです。ほら今おいくつでしょ。78です。はい、入社2年目です。まだバリバリの新入社員や。ね、働く意欲があれば年齢は一切関係なく採用しています。先々月入ったの86歳でしょ。ゆくゆくは定年退職もどっちみちなしにするし、うん、徹底しているのは従業員第一主義。その結果就職希望者が殺到し、多くの企業が悩む人手不足とは無縁で安定した成長につながっているといいます。やりたいことができるというか、自信を持って働ける、働きやすさしかないです。この会社ブラックだわ、いやもうやめたいやめたいって言っとるところに、いい商品って結局は生まれんくて、従業員が満足して、まあ、仕事をして、だからその商品がお客様に伝わってお客様の満足度につながると思ってるんで。午前中立て続けに打ち合わせをこなした坂口さん、午後は近所に建設したばかりの巨大看板の状況確認をしたりと、次々とスケジュールをこなしていきます。これを見てプリント工場って思うかな。いや全く分からないです。夕方会社には次々に子どもたちがやってきます。実は2年前社内に駄菓子屋をオープン。従業員が働いている間の子どもたちの居場所を作ろうという、これまた坂口流の働き方改革です。で、まあ、ジュースアイスクリームで、まあまあ、ちょろっとお吸い物があって、であとは文房具、まあ、文房具はね帰りパートさんらが買ってきたらね、子どもらのために楽やね。そして午後6時行くと、やばくない？やばい。なるほど。いただきます。夕食はいつも家族3世代で囲むスタイルが坂口流です。そうそう、坂口さん、核家族とか考えられないって感じですか？俺無理。俺はやっぱ拡大家族がいい。大変なのは嫁さん。一番いいのはここかもしれない、俺よりもね、みんな。うん、お父さんはどんな人ですか？彼氏。いや尊敬してます。彼氏よりはイケメンよ。今月23日、愛用するバイクでどこかへ向かう坂口さん。すいませんでした。お世話になります。着いたのは会社近くの360坪の敷地で、こっちから登る、こっちからこの辺からか、この裏側ですね。こっから登る、はい、ここにどこにヤシの坂口さんはここに託児所やカフェ、それにジムやサウナまで備えた巨大複合施設の建設を計画しています。事業費は1億5000万円。サウナ、ジム、これからの時代周りの、 その環境だったり、周りの人たちに必要とされる企業じゃないと残ってけんと思ってるの で、 でここに来て育った子たちがうちに就職してくれればいいので、はい、
い、こんにちは。こんにちは。これからは従業員だけでなく地域から愛され必要とされる企業へ。妥協する気は一切ありません。最後は自分が死んだ時にどんだけの人が笑って泣いてくれるか、この人数かなと思うので、そのためにできることはやりたいって思ってます。